おはようございます。今日は3月12日朝6時です。勝ったでしょ。だからファンダメンタルも重なっていくとテクニカルになるわけですよ。これで分かったでしょ。でずっと私エントリーしなかった、エントリーしませんよというふうに宣言して1週間2週間3週間近くしませんでしたよね。その間にファンダメンタルで構成されたチャートのローソク足の積み重ねがまさにテクニカルになるわけですよ。だからこの方法でやっていきましょうよ。じゃあ画面切り替えてちょっと昨日のね時系列で追っていきます。こちらです。これがね11日、昨日の13時の図ですけども、お話したようにね、こちら115円の785を超えてブレイクアウトしました。まあ一時期ね下がってきてやばいなってところあったんですけども、そのまんま行くと上にサポートつけて跳ねたということですよね。その時点でこのエントリーポイントから来たゼロラインはここに移動することになります。そうするとロスカット食らってももうかなりの勝ちってことが見えると思います。30ピップス40ピップスは必ず取れてロスカットみたいな感じですからね。いいでしょ。じゃあその後の時間軸です。2つ目の時間なんですけども、今度は17時、先ほどの時間から6時間経った時ですね。116円の693ということで、ほとんどねもう117円ですよ。で、この時に100ピップスオーバーしてるわけですよ、もうすでに。っていうことは、ロット1でかましても10万円ぐらいの利益取れてるってことになるでしょ。もちろん、その間には、私の場合はね、追撃が入りますよ。で、ここでゼロライン引いてるわけですから、追撃はここでも入れますしね、ここでも入れますね。で、理由はもうわかるでしょ。うん。今回はお話ししません。はい、次行きましょう。はい、じゃあ、3個目の時間軸は、それから1時間ちょっと経って2時間弱経った時なんですけども、昨日の18時45分、120ピップスオーバーになりました。ね、ここにも書いてますけども、115円の785でエントリーするのは一緒です。ね、ここでエントリーしましたよ。そっから今、この時間を切り取ったのは117円の019ですから、すごい距離取れてるでしょ、これ。この幅取れてるわけですよ。ね、でも、取れて当然と思えるのは、だって、ここから急落したと反転して、ここでね、下落引いてるわけですよ。下手を引いてるわけですよ。あっとっとっと。下手を引いてるわけですよ。あとは、上昇トレンドじゃないですか、明らかなる。ね。さすがにここら辺までは分かんなかったと思いますけども、115の785を超えたあたりに、上昇トレンドはさらに加速度を増して確定的になってたわけですよ。で、全体的には、もう上昇上昇ですから、120円まで円安進むというふうに見立てを立ててますからね。簡単でしょ。じゃあ次です。これか。何も書いてないです。これがだから今現在です。3月12日の朝6時6分です。もう117円に入って、もう安定してきましたね。これで116円台に入ることはないと思いますし、ましてや115円台に戻らないでしょう。つまりは、この24時間で何十万勝てましたかって話ですよ。で、今回はね、3名ぐらいの方が40万以上の利益を出してます。ね、こんな感じです。熟成さんの声っていうことで別動画を一般公開してますんで、そちらの方、感想の方を添えてね、届いてますんで、皆様も聞いていただきたいと思いますけども、まあね、私の FX のこのスキルっていうのは、ファンダメンタルズにも打ち勝ったってことですよね。はい。まあその辺、また動画の方、まとめて作っておきますので、ご覧いただければと思います。いやーよかった。本日はね、よかったですよ。